年ももう終わる年のせい2023年乗り越え日記代わりにここで振り返る画面越しに久しぶりやね更新頻度かなり空いたほったらかしていた長い間みんな忘れていくのは当たり前か半年ぶりのここただいまてか去年3人目生まれ忙しくて趣味に手つかんねえチビたちのために昼間メイクマネそして週末にその金使って一瞬一瞬が名場面じゃれ合いから喧嘩にエスカレートでもそうやって学ぶ人間関係成長のスピードはマイペースだって週末もほぼ子供の相手自分の時間ほとんどないて気合でなんとかなった体力も35を超えるとやっぱチビたち就寝後週末の9時以降残った体力を振り絞る押す自分のやる気スイッチをその前にまずゆっくりしよう開け始める発泡酒に人狼2杯3杯加速する日常記憶なくして過ぎて9日よ結局それで終わるルーティン肌から見りゃまあまあ充実けれどどこか物足りない後悔も大後悔もないでもぶっちゃけ家族を理由に逃げてただけの自分自身言い訳それか正当化した時点でゲームオーバー2年半 YouTube 生活したその経過思うように目指すことなく現在に至り停滞まるで旋回しないブリキのゼンマイそんなステータスモチベーション低下家族も迷惑家計も大変だローンの返済未だ無限大自分の哲学より子供の生活やる側から見る側には戸戻り指くわえていたあの頃にすっかり冷めちまったほとぼり泣き疲れてしまったほととぎ好きなことなのにはんちゃらけ自分勝手だっただけ3時の父親しか自分が嫌になる時間だけが流れるチクタクもうすぐメリークリスマスいろんなことが僕の道塞ぐその度に心を研ぎ澄ますでもそれでもちょっとずつ誰かがチャンネル登録する一人二人こんな音楽に集まってくれてる400人英語日本語スペイン語いろんな国からのコメントしてくれたよねリコメンドその度に感じる自己成長みんな本当にありがとう声を大にして言いたいんだよこれからも応援お願いします年末パンチからのご挨拶だからまだできない成仏みんなのためにヒップホップするそれがまだ今までないもん踏むアイデア書き留めるノートブックあと何日で聞こえる除夜の鐘幸せになるのは他の誰でもない僕自分自身セットし直す方位自身残された椅子は何個かわからないこそ今はちゃんとやる年越しまで秒読みカウントダウン試す来年がもうラストチャンス